コーネリアス・バンダービルト2世、コーネリアス・バンダービルト2世、ジョン・シンガー・サージェントが、コーネリアス・バンダービルト2世は、アメリカ合衆国の実業家。同国屈指の富豪・バンダービルト家の相続人の一人で、鉄道王、コーネリアス・バンダービルトの着尊。ウィリアム・ヘンリー・バンダービルトとその妻の、マリアル・イーザ・キッサムの間の第一子、長男として、スタテン島のニュードープに生まれた。 同名の祖父、コーネリアスのお気に入りの孫息子で、1877年に、祖父が死去した際は500万ドルの遺産を相続した。1867年、ニューヨークのサントバーソロミュー監督派協会の日曜、学校の学友だった幼馴染のアリス・クレイプールグウィンと結婚した。コーネリアスは、マンハッタン五番街に建てた本邸、ロードアイランド州ニューポートに建てた夏の別邸。 ブレイカーズを行き来しながら暮らした。YMCA、赤十字、旧西軍などのプロテスタント系の事前事業に積極的に関わり、あまりにフィランソロピーに熱心に取り組んだせいで、バンダービルト家の資産をめべりさせたと言われる。また名門クラブのニューポートカントリークラブの会員でもあった。1885年に父が死ぬと7000万ドルの遺産を相続したほか、 ニューヨークセントラル鉄道の車種の地位を引き継いだ。仕事中毒と評されるほど職務に熱心だったが、1896年に脳卒中の発作が起きると、事業から遠ざかるのを余儀なくされた。長男で後継ぎのウィリアム・ヘンリーはイエール大学在学中に創生しており、コーネリアスの死後は弟のウィリアム・キッサム・バンダービルトに、バンダービルト家の指導権が移った。 妻アリスとの間に4男3女の7人の子女を設けた。ありがとうございます。